にあるの久しぶりじゃない？確かに。うん、もうちょい手前だね。うん。ああ、見つけい。どうだ？もうちょい手前だね。むずいね。うん。来たんじゃない？お、おどけ。もうちょい右でいいかもね、でも。オッケー。いけるいける。おお、一番いいんじゃない？あ、すごい動く。お、次左かな。やりたいけどこれ動ける。左右のアングルって書いてあるよね。これと、あ、いけるかいけるか。あ、ほらほら、もうすでにって、ちょっといかないと、うん、あらまあ、いけるかな。これでこっちだったら多分両方いけるけど。そうだね、いいんじゃない。あー、左だった方がいいかな。左で行くわ。やばいよ。むずいね。平行移動してもらう。やっぱ右で狙い。次左で。狙うしかないんじゃない？いやだよね。あと5回だからね。もうこっちは掴んでるし。行きます。まさかの100円だったね。100円だった。良くなってるよね。良くなってるね。はい。はい。ああ。ああ、ダメだ。ラスト1回。左詰めだな。取れないか。取れないね。良くなってきてるんだよね。あー、諦める。はい、ゲットしました。こちらすごいよ。これもう本物だよ、きっと。これ多分本物だと思います。うわー、重量感ある。こんな感じでこれを引っ張ると、え、待って、動かない。あ、あ、あ、え、こうなんだけど操作できるかな。これこう来て、うわ、これなんかこうか。わかった、ちょっとこのカラビナ外そう。一回こう持ってて、例えばこういうのがあった時にこう来て下ろします。で持ち上げると、はぁ、掴む、すごい。わあ、これ面白い。こうやってこう、ほら、うわー、これ面白い。はーい、ちょっと近くで見るとね、こんな感じで、すごいね。こんなのが景品でゲットできるなんて。重量感も本当にあって、僕のはまあカラビナは抜いて、お、ぴったり 120g。 結構な重量。 120g っていうと、地球グミが1個 20g だから、6個、地球グミ6個分。地球グミに立つのもすごいけど、すごいね。わかる、このすごさ。うわー、これすごい。じゃあちょっとこれを使ってね、少し遊びを考えたのでやってみたいと思います。じゃあさやちゃん、ヘルプ。さやちゃんにはここをね、構造はこんな感じ。ちょっと触ってみる。これでここね。そう、そこだった。なるほどね。うんうんうん、ここね。そう、さやちゃんにはまずここを持っててもらう。目をつぶって。あ、目をつぶってればいい。で、でさやちゃんをボタンにする。こうすと横に動く。で、これで止まるって感じで。はい、私今目つぶってます。はい、さやちゃん目つぶってます。じゃあ行くよ。地球グミ狙うよ。どっちだっけ。上に上げるとつかむ。はい、はい、行くよ。まず横ね。せーの。そっちじゃないね。そっちね。
で。こっち側タイプで。さやちゃんスイッチポチ。はい。次奥。なんか懐かしい。お父さんスイッチ。お。さやちゃんスイッチ。奥。あったね。はい。ウィーンっておりまーす。はい。引き上げて。引き上げて。めっちゃ力強い。弾かれたー。リベンジ。じゃあ次はじゃあ目玉を狙おう。いくよ。せーの。ほい。こっちこっち。うん。ほい。奥行くよ。ほい。はい。どうだ。ウィーン。お。じゃあさやちゃん地球グミやってみてよ奥で。じゃあ僕はこう動くから。オッケー。いきまーす。はっちゃんスイッチポチ。ほい。奥ポチ。ほい。いくよ。ずれた。全然ずれてる。全然ずれてる。どっちがずれてる？え、かっちゃんがなんか途中で多分ストップの時にもうなんかどんどん左にずれてたみたいな遊びができるから、ちょっとじゃあもう一回背中叩くかね。いくよ、うん、はいはい、えいはいはい、いいよで、どんどん左ずれてる。さっき真ん中だったのに。ほらー、取れないじゃん。で、かっちゃんの場合、さっきのかっちゃんの場合はここにあったとして、こうやって行ってここでピッてやってるのに、こうやってやっていってってなって、これはね、真正面に立った方がいいね。で、だから前後になった方がいいね、ね、本当は、ね、みんなやるときは座った方がいい。みんなやんないと思うけど、斜めに動くの難しいから。でもすごいね、ちゃんとこれアンパーマックスだね。そうだね。こうやってさ飾っといたらなんかおもろくない？落ちないかも、ほら、うん、落ちない。じゃあゲットした目玉グミ、これの黄色食べたけど酸っぱかったの。緑も酸っぱいかな。あー、うん、ちょっとヨーグルトっぽさあるかも、白いとこ。うん、面白いよね。面白い。これちょっと1000円ぐらいかかったけど価値あった。こうやってね、お友達とかとやれば遊べるから、よければ皆さんも狙ってみてください。このよかったと思った方はぜひグッドボタン、チャンネル登録お願いします。バイバーイ。